プロモカードセット開けよう。これ猫出たらやばい。これね、開けてみよう。震えてきた。怖え。これ猫ファットキャット。えっ、さすがにないよね。さすがにないよね。調べよう。4万です。14万。お、コインね。やばいやつどれか。あ、また猫出た。アナトミー。また猫出た。ゾンビ。ゾンビ猫。ラッキーキャットコインバンク。恐ろしいことになってね、これ。それはさすがに出ないか。ラッキーキャット。出たら嬉しいけど、さすがにだよ。コイン。あれラインナップ同じじゃね？あ、ちげえわ。あ、買い替え機器出た。いや、俺はね、もう全部いくよ。ああ。ラッキーキャットバンク。さすがにね、さすがにそううまくいかないと思うんだ。ゾンビ買い替え機器で、最後があれホロだ。あれいや、ないわ今まで。村上隆のトレーニングカードです。その中でも200分の1の確率で封入された希少なホロカードかキラカードされるプロモカードがあります。出た！怖い！猫のホロカードだ。これホロなんですけど。やばない？どうやらネットとかね、いろいろと見させてもらったんですけど、まあそれはね、価格変動とかいろいろあるけど、まあ僕がね、それを当てた時とかは、数十万で、状態があんま良くないみたいな感じで売ってることもあったんだけど、70から150の間は、基本的にそのぐらいの値段はする。僕が見たやつではね、420万で売られていたっていう。俺それ見た時にもう震えましたからね。ネットで420万で売られているカードを僕が引いた時のリアクションってあんな感じなんですよね。うわーとかはやっぱ頭の中でさ、欲しいとか狙いとかでやってるから、うわー出たーってなるけど、本当に無欲でやべえカード引いた時ってあんなリアクションになるんだなみたいな。何が当たっても嬉しいなぐらいに思ってたんですけど、まさかさ、そのなんか噂話で聞いてたキラキラの猫当てちゃうと思わなかったから。いや、どうやらね、えげつないカード引いてしまったと。どう考えても神引きだったと。あれはね、ちょっと僕もマジでびっくりしたんで、もう出さないとなと思ってね。はい。リアクションもね、あんなになんかこう、あんま言い方良くないですけど、不倫現場みたいな顔になるんだな、みたいな。もう二度とねえんじゃねえかなぐらいの、本当に神引きをね、まさかの肩の力抜けすぎてる時に取れてしまう。あれはびっくりよ。本当にびっくりしたもん。しかもその日、実はね、本当にもう動画撮ってないところで、別のね、カードも開けたんですけど、その時もトップレア引いてるんですよ、僕。まあ、とんでもない日だったんですよ、その日。まあ、まずそもそも村上隆さんとコラボするっていうのもさ、世界的なアーティストの方でね、本当にビトンとか、もう本当数ある、ね、ブランド、あまたのアーティストの中からもうトップ層とコラボされてる方なんで、そんな方とね、動画撮れるっていうのも、まあやっぱすげえなって、ね、思うんですけど、その日にね、あのカードぶち抜くってなかなかね、ちょっと神引いてるなと思ったんでね、さすがにこれは動画に出したいと思って、出します。ということでね、本日の動画は、ネットで420万円の値が付けられてるカードを引いた時の、ロードシルクの反応というね、動画でございました。神引きぐらいのやつをね、ぶちかましましたのでね、ちょっと動画に出したいと。ロードシルクだったら出すべきでしょ、ということでね、出させていただきましたので。まあ、他にもね、今まで本当に神会とかね、いろいろありますけど、まあ、神引き。僕、めちゃくちゃ神引いてること多いので、神引いた集みたいなのを、動画1本にまとめて作ったりしたんでね、ぜひともそちらご覧ください。結構な引きしてるんで。ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ちなみに、ここ最近、神引きしましたので、お楽しみに。それでは。